たくさん来てくださって、感謝ですね。初めて私が教会に行った時ね、教会行きたいと思ってね、刑務所の中でずっと思ってたんですよね。行った瞬間にみんな手を挙げて賛美してるでしょ。硬いとこじゃなくて、ね、どっちかというとペンテコステだから、いやーこんな感じでね、歌ってるのを見てね、言えないとこ来ちゃったなって異様だなと思ってね、それもちょっと前にはね、オウム事件があってなんかしてね、宗教って怖いなって思いながら、まあ異様な雰囲気はすぐ慣れますから初めて来たらね、異様だよね。ね、なんか楽しくね、こんな暑いとこでさ、劣悪だよね。西川綾子だっけ、峰子じゃなくなるっけ、綾子さんがね、劣悪な環境、あんまりかっこよくない、こんな暑い、狭いし、クーラーもう2つもついてるのにね、効かないんですよ、こんだけ人いると。ね、だけど、涼しい曲がいっぱいあるよ、世の中には。でもね、ここを選んでくださったっていうことがね、神にね、やっぱりここに来なさいってね、一人一人が呼ばれてるんですね。ですから私たちは、僕はね、自分でもちろん伝道した人ということは思い入れがありますけども、何にもね、努力しないで人が来るっていうのは神の恵みです。神様を知る時っていうのはね、努力なしにっていうことがね、よくあるんですよね。というのが、神様の恵みっていうのは、要は結局一方的な恵みなんですよ。ですから、そのことを考えるとですね、だからといって努力しなくていいのかって、そんなことはありませんってね、ロマ書でもね、絶対そんなことありません、そうなんですか、そんなことありませんって、一人芝居をね、ロマ書でやってますけどね、あのパロという人は、努力はしなきゃいけない。エペソの問題っていうのは、チャイリンが来るから、努力しなくていい、働かなくていいね、そういう問題があった、だから骨折って働きなさいって書いてあるんです、ね、そして、働かざる者食うべからず、これは聖書の言葉なんですよね。そのようにして、一つ一つ学んでいきたい。で、今日私は聖書じゃなくてこのノートで、これはデボーションブックですね。新学生の方、去年の一昨年か一昨年の授業で言いました、説教の作り方は1週間ね、5時間も6時間もかけなくても大丈夫、通読とデボーションやってれば説教はできますよ、それだけ神様との深い交わりの中でできるんですということを証明しながら、この私はクレイの回し物じゃありませんけども、これを宣伝するわけじゃありませんけども、ここから説教したいと思いますね。一章の一節には、神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロって書いてあります。いいね、子供さん元気が来ていい説教者になると思います。これからも連れてきてください。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロで結んでますね。神のしもべ、これは、ギリシャ語でですね、ギリシャ語、僕ギリシャ語できないんだけど、一応調べれば分かるからね。ギリシャ語を調べると、どこに書いてあるかな、アポストロスっていうね、単語が使われてます。これは私はギリシャ語できないけど、調べれば分かる。だからギリシャ語なんか専攻してません。英語分かんないのにギリシャ語で分かるわけじゃない。英語分かんないのにヘブル語分かるわけじゃない、ね。だけどこうして牧師ができる、説教ができる、ね。そういったことで牧師にさせられるのは JTJ しかありません。神の証明、アポストロス。これは奴隷っていう単語です。奴隷ですから、奴隷っていうのは、自分の時間がありませんね。朝早く起きて、ね、夜、寝るまで時間がない。寝静まった時にやっと自分の時間が持てますよ。パウロは神の奴隷だって。神のしもべ、ね。それこそがパウロの信仰告白だと思いませんか。僕たちが、あなたは一体何者なんですか、神様にとってあなたは何者ですかって言った時の自分のアイデンティティね。私は神の奴隷です。あなたの時間が全てです。本当に一人で静まっても神様と一対一の布団で寝ますよ。これがパウロの信仰告白です。パウロの信仰告白ってどこにあるのかなって僕はね、思いました。
ね、そこでやっと自分の聖書が出てくるんですね。まあ、開かなくても結構ですね。聞いてくれたら結構ですから、第2コリントの11章、12章に僕はね、パウロのこれは信仰告白なんじゃないかということがね、好きな言葉であるんですが、11章のね、まあ、長くなっちゃうので、ちょっとね、22章からちょっと読んでみましょうか。ね、彼らはヘブル人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうですって、しっかり言った後に、彼らはキリストのしもべですか、キリストの奴隷ですか、ね、私は狂気して言いますが、私は彼ら以上に奴隷だって言ってるんです。ね、そうでしょ、彼ら以上に私はそうだって言ってるんですよ。ね、その次ですよ、私の労苦は彼らよりも多くて、牢に入れられたことも多く、ね、刑務所や牢屋に入ったことも多く、また鞭で打たれたことばか、ことは数えきれず、死に直面したこともしばしばありました、ね。26節に飛んで、幾度も旅をして、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、以上、会場の難、偽兄弟の難に遭い、牢の苦しみ、たびたび寝られない夜を過ごして、上乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての境界への心伝いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるんだったら、私は自分の弱さを誇ります。すごいですね。僕はここを読むときに、パウロさん、あんた私以上だよ、すごいよって、私の苦労なんか本当にちっちゃなもんだねと思うんですよ。僕もね、本当に一人で始めた教会が、本当に初めて来た一人がですよ、もう本当に宝物のように、一人の信者がこんなに大切なのかっていうことはね、もう本当に解説してよく分かったし、教会からよその教会に住む、また教会にも来なくなるってことが、どれだけ自分の身が引きちぎられるようなね、寂しい思いをするか、ここに書いてありますよね。誰かがつまずいたことで私の心が痛まないでおられますか。これはパウロの信仰告白ですよ。弱さを誇りますよ。でも12章に行くとですね、こう書いてある、12章の9節ですね、皆さんもよく知ってます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分です、というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れる、私の弱さのうちに神の恵みは完全に現れる、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇ります。私はですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、困難、迫害を甘んじています。なぜなら私は弱い時にこそ強い。これがパウロの信仰告白じゃないかなと私は本当思うんですよ。ね、くじけそうな時、ね、壁にぶち当たった時、ね、人に裏切られた時、ね、踏みつけられた時、ね、そんな時に弱いこそ強い。なぜなら私はキリストの愛が私に迫ってるんだ。彼の信仰告白、たとえ学校の授業を落第しようとも、浪人しようとも、ね、人生は諦めない、ね、離婚しようが諦めない、俺なんて4回目だって、これは違います。私はクリスチャンというか初めての結婚なんですよ、誤解しないでくださいね。そういうね、パウロの信仰告白ですよ。私は狂気したようにキリストのしもべ、キリストの奴隷だ、ね、すごいじゃないですか。でキリストイエスの使徒、ね、使徒はね、神を伝えるもの、神の言葉を
伝えるもの、神の預言者ということですよね。で、この神の言葉を伝える人、どんな人が神の言葉を伝える人なのかなという時に、自分じゃないんですよね。私が誰かにキリストを紹介する、誰かに伝道する、教会ってこうなんですよ、いやキリストってこういう方なんですよっていう時に、自分じゃないんですよね。自分を無にして、自分の影をどれだけ、薄くして、キリストご自身が現れるように、いろんな説教をしても、いろんな勉強会をしても、すべてのものに対して私の言葉でなくてキリストの言葉だけが残るように、あなたの中にキリストの真理だけが残るようにって祈ります。それは本当に私ではない、神ご自身があなたの中に、私の中に残っているならば、そこに、大きな祝福と恵みと道備えがあるんですよ。そういうことなんではないでしょうか。